だかひどい目にあった気がする。めまいがしたと思ったらなんだか急に眠くなって、おまけに頭もひどく痛いし、一体何がどうなってるんだ。さっきまでララやミカンたちがケーキを作るとか言ってたはずなのに、あれ、でもそういやなんで急にケーキなんか。あって、今はそれどころじゃないか。おい、ララ、ミカ、ナナ、モノ、誰もいないのか。返事をしてくれ。みんなどこに行っちまったんだ。それともまだ夢でも見てるのか。どうやら夢じゃないみたいだな。それにしても何か様子がおかしいような。リトさん。あ、モモ。リトさん。うわ、飛びかかってくるな、モモ。よかった、リトさん無事だったんですね。無事だったってどういうことだ。胸が苦しいから、とにかくちょっと離れてくれ。そうですね、今は緊急事態でした。それなら他のみんなはどうしたんだ。モモは何か知ってるのか。ええ、まあ。どうしたんだ、何かあったのか。実は大変なんです、お姉様が。そのララがどうかしたのか。お姉様が誘拐されてしまったんです。なんだって。誘拐って一体どういうことなんだ。リトさんが気を失っている間に一足早く目が覚めたお姉様は、辺りを調べるために私と一緒に外に出ました。そうしたら外には思いもかけない空間が広がっていたんです。二人で調査をした結果分かったことですが、どうやらここは現実世界ではないようです。現実世界じゃないって、だって夢でもないんだよな。はい、ここは現実と夢の狭間、超常的な力が渦巻く異世界なんです。私たちは何らかの原因でこの異世界に飛ばされ、そして閉じ込められてしまった。しかもこの異世界には謎のダンジョンが広がっていたんです。これまで私が見たこともないような、それはそれは恐ろしげなダンジョンでした。異世界ダンジョン。お姉様はその理由を調べるためにダンジョンへと近づいて行き、そこで突然現れたモンスターに襲われてしまったんです。なんだって。お姉様は必死に抵抗したのですが、モンスターは数えきれないほど現れて、とうとうさらわれてしまいました。私だけはなんとか逃げられましたが、モンスターはお姉様を連れてダンジョンの中へと入っていったんです。このままだとお姉様は大変なことに。大変なことってどういうことだよ。それはもう大変なことです。モンスターは凶暴な上に乱暴でしたから、きっとお姉様相手でも容赦しないでしょう。今頃ダンジョンの奥深くで縄で縛られて、あんなことやらこんなことやら。縄が食い込んだ肌にじんわりと汗がにじんで、頬が紅潮して甘い吐息が漏れ出すんです。ああ、お姉様、どんな仕打ちを受けているのか想像しただけで内もものあたりが震えちゃいます。モンスターがララにそんなことを。ダメだダメだダメだ。ああ、リトさん、どこに行くんですか。ララを助けに行くに決まってるだろ。よかった、リトさんならきっとそう言ってくれると信じていました。私も協力します。ダンジョンまで案内しますね。ありがとう、モモ。じゃあ早速頼むよ。待ってください、リトさん、相手は凶暴なモンスターなんですよ。素手で立ち向かうつもりですか。
そもどうやってお姉様を助け出すつもりなんです？そんなのわからない。とにかくそのダンジョンに行かないと。後のことは行ってみてから考えればいい。俺はララを助けたい。今考えているのはそれだけだ。さすがリトさん、そういう一途なところ好きですよ。リトさん、これをどうぞ。なんだよこれ。ダンジョンを進んでいくのに役立つアイテムです。これがあればモンスターとも互角、いえそれ以上に戦えますよ。モモ、いつの間にそんなものを。なんだかやけに準備が良くないか。気のせいですよ。それよりリトさん、こうしている間にもお姉様は縄でがんじがらめに縛られて大変なことに。白い柔肌にくっきりと縄の跡が。ああそうだった。待ってろララ、今すぐ助けに行くからな。頑張ってくださいリトさん。お姉様もリトさんが来るのを今か今かと待ってますよ。にはリトさんの家以上のいろいろな機能が備わってますよ。本当にいろいろ。ホームには